ジュー、私はベルサイユ宮殿から来たフランス人形バニラです。と今回はデートメイクをやっていこうと思います。じゃあ下地からいきましょうか。まずは最近これお気に入りのクリオを使ってます。クリオの、キルカバーファンウェアクッション XP の02番、多分一番明るい色を使ってます。これのクッションハンデですね。これはもうクッションハンデがないともう生きていけないくらい最近も定着してきました。私いつもは、まあ、これを全体的に塗ってコンシーラーをしてファンデーションみたいな流れにしてるんですけど、まあ、ちょっとデートっていうことなのでお直し不要な感じのちょっといつもよりカバー力強めな感じでいこうかなと思ってます。デートの最中にあんまりね崩れちゃったりとかお化粧直しとかするのもね恥ずかしいと思うので、こちらの今回は汚いちょっとめっちゃ使ってるのがバレるけど、まあ、これいいんですよ。グラインディングファンデーション9ってとこのやつなんですけど、最近インスタとかでもよく見るかと思うんですけど、削るタイプのこう回して削ってこうファンデーションが出てくるやつなんですよ、ね、これがちょっとテクスチャーが固めなんですよ。さっきのクッションファンデに比べるとちょっと硬い、なんか絵の具みたいな感じになってて、あんまり水分ない感じなんですけど、これが結構カバー力高いんで塗るとこれ光で結構飛んじゃってるから分かりづらいかな。逆にメイク動画の時もちょっと暗い方が良かったかな。まあいっか。ちょっとファンデーション粉々になってるんで恥ずかしいですけど、これは D レイかな、これもいつも使う D クリアファンデーションってやつなんですけど、これをね全体に叩いていきます。ボロボロ落としちゃってこの間やばい。これでも使います。使えるんでもったいない無駄にしちゃいけないですのでね大切な資源ですから。はい、あ、次工程が進んでしまった。キャンメイクのシェーディングパウダー01番、これがね結構使える色でもうずっと使ってるんですけど、キャンメイクはね本当にコスパ良くて使いやすい。なんかお粉系とかも使ったことあるけど若干それはね崩れてたから、ここのシェーディングパウダーとかハイライトとかそういうポイントで使うやつは割といいんですよね。うん、では次はハイライトの、あーもうこれも削れてる新しいの持ってくればよかった。シュザンヌ2カラーアイシャドウラメシリーズ02番の白です。これは目の下にあの涙袋のとこですね、で使います。で次がこれがねもういつも使ってるからわけわかんない、もうなどこのやつかもわかんないやつなんですけど、これはアイブロウだったんですよ。もともとアイブロウだったものを私は鼻筋のねこの影を描くのに使ってます。あ、ちょっと濃すぎた濃すぎた。これはねずっとなくならないんですよ、不思議なことに。そしてアイシャドウは最近こちらがお気に入り、これもね韓国かな、これめっちゃいいんですよね。コスパも良くて A ブラックっていうパレットで02番リッチローズってやつですね。なんかドンキとかにも売ってる、私はネットで見つけたんだけど、これのこの一番端っこの薄いピンクを、まあ、デートということでやっぱピンクっぽいメイクが可愛いかなと、女の子らしい愛されメイクみたいな感じでまぶたに広げていきます。これは全体的にかな、こうアイホール全体に伸ばしていきます。まあ、リアルなデートなんて全然してないけどね。次のデートの思い出ってありますか？次のデートの思い出、数億年前の話かなだってずっと仕事してる、気づいたら私全然もうクリスマスなんてお店にいましたね普通に仕事人のバニラさんです。そうなんです、ね、必殺仕事人なんですよね隣の色を目尻に塗っていきます。それも やはりあのグラデーションみたいなそういう意味があるんですか？そうですね、この
なんだろう、二重のこのラインダブルラインのところ、うん、このとこにちょっとなぞるようにしながらこの3分の1ぐらいの目地のとこに塗るみたいな感じで、二重のラインも強調しつつグラデーションみたいな立体的に目を大きく見せるという深みを出す感じ、影の感じですね。何でも立体的がいいと思います。デートかいいな、そういうの。目地まあ、明日まぶたに使う赤い、アイシャドウがね、私いつもこのエンジェルハートアイカラーズ21番のトロピカルピンクを使ってます。これこのシリーズ好きで、結構他の色も持ってるんですけど、この3つ持ってて、レッドとかも結構使ってたんだけど、まあちょっと研ぎ尽くしなくてもいいかなと思って、最近はこのトロピカルピンクにしてます。ちょっと薄め、レッドより。でもこれちょっと濃いめでいいんですよ、私的には。これね、あの後でラメとかをここに足すから、ちょっと濃いめにしとかないと、この結局この塗った赤わかんないんですよ本当に。結構今やりすぎじゃない、これコスプレでもすんのみたいな感じになってると思うけど、全然後で普通になるんで、これも計算しつつ後のこと考えて濃いめにしてます。このちょっとクリーミーなラメを塗っていきます。ちょっとこれがねクリームタイプなんで、ラメの下地みたいな感じで使います。このクリームタイプを使ったから、この後のねこの粉っぽいラメがひっつきやすくなってるんで、この細かいラメの方を次この黒目の上のところに塗るっていうイメージですね。ここを立体にしたいんで、こう眼球を立体にするみたいな感じです。ここを明るくすることによってまた目がね強調されるっていう感じです。でちょっとこれが大きめのラメになるんで、これもさらに上に足してます。これだけで結構キラキラだな。キラキラ持ってきたんだけど、じゃん、このロム&のラメのねパレットがすごいんですよ。これ全部ラメっていうねなかなかないじゃないですか。なんかマットのやつが1個も入ってない、全部キラキラ、可愛い、もう映えと思って、このパレットだけ見てるだけでいいやと思って買ったんですよ私このゴールドな感じでいこうかな。ゴールド、このゴールド、さらに上に、もうギラギラすぎて何が何かわからないんだけども、これでかなりね夜でも目立てるかもしれない。これはよくわかんない100均のやつなんですけど、ダブルラインのところと涙袋のラインを、私この茶色を使ってて、これだけなんか100均ってついついなんか買っちゃうからね。次はアイラインなんですけど、最終的にリキッドを使うんですけど、その前に私はビボの、アイラインのこのブラウンの一番濃い色かな、これを下地って感じで、粘膜のところ、このまつげとまつげの間のところと、ちょっとライン引いて、この目尻のところ、ちょっとこれがねぼかし効果になるんで、リキッドだけで描いちゃうとちょっとなんかバキッとしすぎてケバケバっぽくなっちゃうんで、これがねちょうど柔らかい感じになってくれるんですよ。これおすすめ。これもね全部私使ってるやつ、なんか安い化粧品なんだけど全然いいからねそんな感じで、ほらいい感じじゃないですかこの加工でペンがうにょうにょになってるのが面白い。それ加工してることを隠さないからね、加工してる私が完成した私だからさっき引いたラインのとこをなぞる感じで、でさっきのもう一回ペンシルで下のラインを引きます。下はねリキッド使わないです、ちょっと激しすぎるから、つながるかつながらないかぐらいでこういう感じにして、これはまたちょっとぼかしてるから、こう上にぼかしが来たからもう一回アイラインでちょっと
重ねてちゃんと黒にする。うん、バッチリ。そしてビボの一番明るい色の眉毛ですね。眉毛はもう私ね、このちゃんとアートメイクがあるからだいぶ描きやすくなった。昔は全剃りタイプだったんですよ。全部抜くか全剃りか。今もうこれがあるから、なんかこれに頼ってるから、アートメイクなくなったらまた描けなくなっちゃいそうって思って、先ほどの腹筋のやつですね、これを涙袋に。こう目を細めて、こうやったらちょうどあの影ができるんですよね。この涙袋のぷくって出るじゃないですか。なんかそこの溝のところに、下のところにこれを描くようにしてます。今日はコンシーラーなしだったんだけど、カバーマークの、コンシーラースティックタイプのやつで、ちょっと気になる、寒いからちょっとこのスティックコンシーラーも固まっちゃって、ちょっと伸びが悪いで、あ、私化粧直しの時はこのインテグレートのファンデーション使ってます。インテグレートはコンビニで買えるからね、便利です。でちょっと直して、次はチーク、じゃじゃん、エチュードハウスのラブリークッキーブルーシラブリークッキー BLUSHER の PK001 番です。これポンポンチークです。もともとこれはポンポンついてる、これをポンポンして、エチュードハウスの、シークレットビームパウダーパクト N02 番、明るい方ですね。これを最後に叩いていきます。あ、もう終わりですか。まつげはちょっと後回しです。あ、ラメもとりあえず顔大体終わりです。95% 終わります。おあとリップもあるわ。一回ね、粉挟まないと、あのそういうひっつきやすいやつを塗った後に粉すると粉が散るじゃないですか。だから粉が入るの嫌なんで、先にこれを仕上げて、ちょっとこれで白っぽくね。でこれチークの上とかに塗っとくと、あのチークが取れなくなるんですよね。鼻先も私最近はシャドウを入れるんですけど、なんか謎のリカルっていう中国のやつかな、のアイシャドウミニパレットがあって、これのこの赤いとこが気に入ってるんですけど、茶色っぽい赤い、これをちょっと鼻を短くしたいから、動画でわかるかな、こんなね、ちょっとほんのり赤くする感じです。影を描いて、まあ、細く見えるのもあるし、短くなるかな。リップいきますか。リップはロム&のジューシーラスティングティント、27番、ピンク ポップシクルです。なんとなく雰囲気で感じ取ってください。最近この色気に入ってて、発色いい。ティントなんで、これはねグラスとかで使わないやつですね。やっぱね、ティントしか勝たんってなってきちゃった。普通の唇とか買ってもね、なんか使わなくなってきちゃった。これがまたね、エチュードハウスの、カラフルビビットティント PK002 番。これを、私またこれね、一色で終わらないんですよね。これを、この M 字にするんですよね。この中心、やっぱ中の方がね、濃い色の方が、より、グラデーションになるじゃないですか。これはいいんですよ。一回これちょっとまだ半乾きなんだけど、乾いちゃえば取れないんで、これの上からクラランスのオイルリップがあるんで、これが乾いた後にこのオイルリップを塗って、これはまあ透明だから、まあ、ついてもあんまりね見えないんで、でそれを直しするぐらいにしてます。ロム&の
グリッターアイシャドウ02番ピンクのやつですね。これを涙袋とかに使います。これがめっちゃ今本当に気に入ってて、いろんな色あったんだけど、なんかとりあえずピンクにしてみました。まつげをつけていきたいと思います。最近ね、ちょっとナチュラルまつげつけてるんですよ。これね、結構自然な感じでいいんですよ。ふわっと、なんかまつ育したのみたいなまつげなんですよね。かわいい。あ、ハイライト、ハイライト、本当動画の私かわいい。ハイライト2つ使ってるんですけど、こっちのラブライトハイライター、ブラインデッドバイザライトの、この金色のやつ、これをこれ一番大事、この鼻のこれ、ここが一番高く見せたいところだから、チャンチャンチャンって感じで、この頬のところ、頬のところでもね、このもう一個のこのね、ペリペラのこのピンクの方を使うんで、ちょっと顎いきます。やっぱハイライトっていいよね、お肌ツヤツヤみたいになるから好き。これが本当ね、でも神。これ神で、でもこれのこのピンクのところマジでほっぺたにすると可愛いんですよ。これまた違うラメが入ってて、青みピンク系になるのがもう最高。わかりますか、これ動画結構伝わらないんですけど、見えますかね、すごいこれ好きなの。つるんつるんになりました。ゆで卵ガニちゃんです。で、このここもね、このでかいラメがついてるんですよ。こっちは結構粉っぽいけど、こっちが結構クリーム系の硬い方で、まあ、こういうのもちょっと使いたかったらちょっとだけ、もうラメだらけだからあんまりだけど、この辺とかにちょっとつけたりしますね。まあ最後にこのオイルリップでも塗っときましょうか。あ、もう乾いた感じですか。だいぶもう大丈夫。これならもうドリンクとか何もつかない、コップとか。これがあるとほらテカテカでいいんじゃないでしょうか。うん、ツルンツルンです。ツルンツルン、なんかエッチだな。ツルンツルンバリです。はい、完成しました。パフパフ。これが冬のイルミネーションメイクでした。あれ？あれ？最初なんだっけ？デートメイクだ。今回のこのデートメイクがいいなと思った人は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。インスタとツイッターと TikTok と LINE ブログの方も更新しているので、ぜひそちらも見てください。あとファンクラブもできたので、そちらも登録よろしくお願いします。全部概要欄の方にあるので、ぜひ見てみてください。ということで、バイバーイ。